紫色の沙織と真っ白のおしゆきと、せーの、脱粉チャンネル世界史上のスタコの恋 TV です。な、何オープニングもう汚い、くっさい。俺じゃねえよ、脱粉チャンネルの脱粉担当なんだよ。そんなキャラクターねえよ俺に。脱粉クって言うの、キャラクター名脱粉ク。言いづれえしよ、語呂悪いし。さあ、そんなことよりもね、ゆゆしき事態がこのチャンネルに起きてます。いやー、衝撃のことが起きました。世間社のすっとこどっこい TV、 もうチャンネル立ち上げて 4,5 年経ちますけれども、ちょっと前までで、ね、チャンネル登録者の男女比の割合、まあ、このご時世男女で分けるのはね、結構差別的なこと。そんなことはないと思います。考えすぎです。あ、そうですか、はい、いろんな人のことを考えて喋ってますからね。男女比の割合が我々、まあいいことなのか悪いことなのか分かりませんけど、5対5、うん、ほぼもう5対5の割合でチャンネルを見てくれてたんですけども、はい、なんと最近のデータを見たところ、男8、女2。どういうこと？おっぱい出したっけ？脱粉だろ、どう考えても。どうか脱粉だよ。脱粉は女子も好きだろ。好きじゃねえよ、男子も。なんだよ、男女ともに嫌いだよ、脱粉は。ちょっと前まで見てた女性たちがどっか行っちゃったんだよ。それってなんでだと思う？理由分かってんの？刺激がおちんちん出したからだよね。そういうこと言うからだろ。なんて言った今、だからって。なんか一回そういうこと言うからだよ。女の子はこれ悔しいですよ。やっぱ女子に見てほしいですよ。男子にももちろん見てほしいし、女子にも見てほしい。だから今までの5対5が最高だったのにもかかわらず、今もう女子がそのどっか行っちゃったよね。男女コンビで聞いたことない。男女コンビはみんな女子が応援するもんなんだよ。男子はみんな男コンビか女性コンビしか応援しないの。いやでもまあ男子が言ってくれるのはありがたいんですけどね。5対5ってなかなかないよね。ありがたいけど、なんかそう、なん男子もさ、そのエロ目的で見てるってこと、あなたは。いや多分違う。だから今まで5対5だったわけじゃん、うん、女性たちがあの立ち上がった、立ち上がっちゃったわね。もうここ行ってらんないっつって出てっちゃったわけ、うん、その3割が、うん、でその男性は多分まだ残ってる男性なの、うん、だから増えたわけじゃなくて、多分残ってる男性の比率、女性が単純に減っちゃったらしい。でも、まあ、まあ割合は別にね、我々どうでもいいというか、誰が見ようがね、見ていただければありがたいからね。でもどうだったら男子女子仲良く見てもらいたいなって。あとずっと思ってたんだけどさ、椎木さんが何喋ってるか一言も分かんないからじゃない。あ、女子そういう男子嫌い。うん、なずっと今も何喋ってるか分かんなかったよ。なんかうざってなってた、うん、母心みたいな出てこないのかな。母性、母性が出るのかな。母性出してほしいんだけど、だから戻したい。いや戻したいというか、まあ女の子にも見てもらいたいからね、うん、なんか作戦ない沙織さん。だからあの私のメイク動画をもっと上げていくとか。ただあのメイク動画というか服装のね、スタイルブック、あなたの安住さんの方じゃなくて西田沙織の方のスタイルブック上げてくれたじゃない。あサムネイルは何、あの無料でなんか AI が作ってくれたの、初期の AI が。あ、初期 AI、 初期 AI だと思った、うん、あれ全部手書き。あ、そうだよね、うんうん、手書きのクオリティ、うん、だからこのね、 YouTube で言いましたけど、これ交互にやっていくってことになったわけですよ、うん、編集を、うん、今まで全部椎木さんがやってたじゃないですか。まあまあやりたい。で急にね、この西田やれよって、お前もやってくれよ、俺ばっかじゃなくてさ、みたいな感じですよ。で私もやるようになったら、まあ、私はだから今までやったことなかったの、ほぼ初心者じゃないですか、うん、で本当に初期 YouTuber、 初期 YouTuber よりもっとクオリティの低いもの、バイン時代の、バイン時代の6秒動画ね、うん、バイン時代の時のバイン時代の編集、まだだからあのミクシーみたいな感じですね。そう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 、私の中で、うん、だからちょっとそこが申し訳ない。だからまだ そこ慣れてないから徐々に、まあ、あなたの方はさ自由にさ、もう撮るなり編集はもう、それは私何癖つけませんが、はい、こういじることあるけどね、うん、ありがたいことなんで感謝なんで、うん、だからそういうところは、まあ、あなたの好きなように撮ってもらってあげて。うるせえんだよ。増えたかな女子。まあね、男に手あげる女子は応援したくなるから、やっぱり。いや強い女子はやっぱ女性は好きでしょ。あんま聞いたことないから。そうだから、まあまあ男子の、あと椎木さん、私何が足りないって分かったよ、このチャンネルに、うん、食べること。こんなに2人とも食べること大好きで、まあ、ホテル飯とかあげてん。でも最近全然あげてないじゃん。だからホテル飯とかはもういいんだけど、あれも結構だから好評なんですけど、よく言われるんですけど、じゃなくって単純にホテル飯を取りつつ、こうやって例えば今日 の私のおすすめのこちらみたいな、こうやってこれで食べていく動画撮りたくない。いや撮りたい。あ、じゃあ私がそれやるわ。
でも動くわ。だからね、これがな難しいの、場所最初に。そう、今ね場所が全然なくてさ、誰か家貸してくんない？いや、家借りるのもだったらまだ飲食店、飲食店行かせて撮影できるの。ね、マジでそういうの本当に今場所がないんですよ。まあ場所、じゃあそういうのも撮りましょうよ。で、まあ、まあ本数はねポンポン上げたいけれども、これまあ2人の運営してるチャンネルなんでね、どうしても頻度は取っても上げるスピードは上がらないからね。ここに X のアカウント入れといて、編集でここに X のアカウント、私のいいよ、めんどくさいこと言わないで入れといて、ここに。とにかくあんた なんでそんな遠近法使ってくれんの俺のために。出てほら、モテたいかなと思って。 ありがたいけどさ、うん、まあ、とにかくじゃあ女子を男子を半々にする動きはしたいと思います。なんかこう女芸人をさらけ出すみたいな、女性芸人をさらけ出すみたいなってあんまりないじゃない。いやだから私の鼻毛剃りとか、そういうのどうだろう。あのさ、あんたの思想とか考えもっと聞きたい人いるよ。うっせんだよ。すいません、増えたかな今ので。女子は大好きだな。なんだその偏見。男に手挙げる。その偏見なんなん。ちょっとあなたのさ今後さ思想とかもさ、確かに出してこう。もうこのチャンネルでオープンしてきない、そのここだけ、ここだけね、だ誰かにこう見られるわとか、うん、炎上するかも。気にしないで。俺なんて何も気にしねえよ、うん、政治家もぶったたきてよ。あ、すげえじゃんこいつ。岸田さんがアメリカ、言うな言うな、あんま言うな、あんま言うな、あんな受けたって、あんま言うな、あんま言うな、そういうのもビビらなくていいよって、うん、このチャンネルで、うん、かったかった。女性人気も得るためにね、うん、なのでね、じゃあ女子の登録者とか見てる方、この動画見てる方で沙織さんのこういうの見たいとか、女子目線でこういう動画見たいとかあったらコメントください。でもコメントとかであったから、一応メイク動画とかスタイルブックっていうのもやったんですよ。だから言ってくれたらすごいやりやすいんで、まあ、逆もしかりね、男性もこういうの見たいですとか、うん、あとシーキソンでもいいんですよ別に。もちろんもちろん何でもよかったんで、ぜひ、まあ、あの方向性が決まってないチャンネルなんでね、はい、好き勝手やります。みんなが言ってくれたのをそのままやるので、よかったらぜひコメントしてください。お願いいたします。はい、じゃあ最後座りましょうか。じゃあ、はい、わかりました。もうセックス体型じゃんこれは。あなた無知で知らないかもしれないけど、ちょっとそれコンプラ無理だから、セックス体型にして。なんでセックス体型って。すいません、無知すぎて男の上に女子が乗るってどんだけ怖いことなのか分かってないね。セックス体験すごいじゃんこのコンビ。それ増えねえよ。誰が応援すんだよこの男女コンビ。まあまあとりあえずね、はい、楽しくやっておりますから、はい、手も上げつつ心を手上げないでください。いや、あなたが上げたんでしょ。あ、そうか、すいません、ということでね、はい、とりあえず、はい、ちょっと皆さん立ち上がれ女ども。それダメだよそんな言い方。立ち上がれ女性ども。いや、良くないよ。なんて言えばいい。立ち上がるの私たちなんだよ、そもそも。あ、そう、そう、バカかお前。すいません。立ち上がれ、自分たち。頑張れ、自民党。すごいじゃん、こいつ全部政治。また見てね。見るか。え、次から多分政治の投稿します。